役場の横でクワガタさんが死んでた。まだ照りがある、死んだばかりだ。オイラは最近歩いていて全く野良猫を見かけなくなったと思っていた。どこへ行ったんだろう。そうだ、いつも感慨深そうに歩いてる老人の人に聞いてみよう。最近野良猫を見かけませんよね。すまん、わしゃ耳が遠いんじゃ。あ、そうですか、すいません。オイラはいつものように線路際の道を歩いていた。そしていつも踏切近くのアパートから子供の泣き声が聞こえていたのを思い出した。今日は泣いてないが虐待。オイラは踏切を渡り川沿いを歩いた。ふと川を覗いてみた。そうしたらあのドラ顔のシロが川を一人で歩いてるじゃないか。なんだ、そうだったのか。お前はやるな、よかった。川の中では鯉やサギ、カモやカメが元気よく生きていた。オイラはふと手に持っていたクワガタさんが最後まで戦い抜いて死んでいったんじゃないかなと、そんなことを思った。オイラはクワガタさんを線路沿いの桜の木の下に埋めた。そしたら横で大きなサギが羽をバタバタさせて弱ってる。これはいけない。自転車管理のおばさんに聞いてみよう。おばさん、サギが弱ってます。野生だからほっとけばいいでしょう。そうですよね。オイラはたまたまポケットに入れていた豆があったので、それをサギにやろうとした。そしたらそのサギは体いっぱいの力を振り絞って川へ帰っていった。人間の豆より自然の方がいいか。この線路沿いの公園のベンチではいつも落ち葉の中、若い学生カップルが話していたが、今日はどういうわけか中年カップルが、最初は親子かと思ったが、女の人を膝に乗せ、いやらしくじゃれていた。足元には小さなカタツムリが3匹いたが、1匹は潰されていた。近くの緑のカナブも全く元気がないようだった。これが本当に僕たちの世界なんだろうか。この線路沿いの公園を歩いていくと、桜の木の下で病気の妻を休ませてる人がいた。桜も人間と同じだ。25年くらいが咲く頃なんだよ。そうですね。ずっと歩いていくと随分と蜘蛛の巣が多くなっていた。昔飼ったことがあるような犬を散歩させてる少年がいた。この犬なんていう犬？これは電車に乗っててホームに降りたところを拾ったんです。多分ロンドンかパリの血統書付きの犬です。この犬臭くない？臭いです。雑誌だと思うよ。死んだ時かわいそうだからしっかり散歩させてやるんだよ。鉄橋のところで白と黒のふわふわっとした不思議な蝶がいた。カメラ片手に電車と桜を撮ってる人がいた。中年カップルも支えながら歩いていた。